エシシュルイコール RZ ルは、ルクセンブルクの死死核を持つコミューン。ルクセンブルク南西部に位置する人口も人口密度も国内第二のコミューンである。北東約1 5トルには、首都ルクセンブルク市がある。フランスと国境を接している。RZ 川谷の中にある。単にエシシとと呼ばれるることが多いが、多い北にあるエシュルシュールと区別するために、この名で呼ばれる。 1128年4月12日に出されたローマ教皇ホノリウス2世の教書において、アシュという地名が初めて登場した。これが後のエシシュル・アルゼットの前身である。1328年5月16日、ボヘミア王及びルクセンブルク博ヨハンホン・ルクセンブルクがエシュを自由都市に制定した。その後、数多くの信仰や大化に見舞われた。 1677年、ルイ14世によって、エッシュの防衛設備が破壊された。フランス革命中には、エッシュは、単なる村となった。1841年10月12日、大公の法令で、エッシュ軍の軍長所在地にされたことで、エッシュは廃から復活を果たした。19世紀には、鉄鋼産業が栄え、鉄のメトルポールと称された。この世紀の半ば、エッシュで、 最高開発が弱々しくも始まった。この最高開発が今日のエシュのゆりかごとなった。1906年5月29日、ルクセンブルク大公ギオーム4世がエシシュルアルゼットへ2度目の都市制定を行った。第一次世界大戦の間、市はドイツ皇太子ビルヘルムが統括する行政区となり巨大な軍病院が移された。この間、工場は創業停止であった。 1940年5月11日、ナチスドイツの侵攻に直面し、住民はフランスの支持で都市から逃亡した。占領軍が1944年9月10日に姿を消すまで住民は待たねばならなかった。市の位置のために二度の世界大戦に見舞われ、1970年代には不可抗力であったが鉄鋼産業の侵攻する衰退の下中にあった。2006年、 エシシュルイコール RZ は、都市制定100周年を祝った。現在、市鉄工産業有数の雇用主の一つは、アルセロールミッタルである。高速道路 A4 が通る。市内には、ルクセンブルク国鉄の駅が3つある。ツールドフランス2006では、第2ステージ、第3ステージが行われた。ありがとうございます。